おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回ね、何をやっていくかといった話なんですが、今回はこちら、12月17日木曜日、明日だね、明日来るバージョン 3.3.0 の大型アップデート、こちらの情報をね、皆さんと一緒に共有していけたらなと思っております。ってことで早速やっていきましょう。さあこれね、今日水曜日だったのでアップデがね今日来るかななんて思ってたんですけれども、今日ではなくね明日木曜日でございました。うん、まあね、もろもろ事前にもらっていた情報と似たようなものもあるんですが、詳しく見ていきましょう。まずは待機所の追加ですね。こちら、選手枠から溢れた選手を待機させることができる機能が追加。3つの待機所で1つあたり300人収容、計900人収容できるとのことです。で、その収容所に入れている時でも選手の育成、まあ 覚醒だったり、まあ、進化だったりね、まあ、ノールカップのレベル強化だったりスキル継承だったり、まあ、何でも可能ではありますが、遺跡特訓と、装備しているアクセの変更と、あとプリセットの保存、こちらはできないようになっております。待機所に入れる際にね、アクセが自動で外れるようになっておりますので、こちらかなり便利なのかなと思います。で、待機所にいる選手を直接スタメンやベンチに入れることはできませんので、起用したいなっていう時は一回出してから、まあ、使っていただくことになるのかなと思います。まあね、もう使い道がない限界突破した星5とか、そういうのをしまっておくところかなと。限界突破サザエにしたい星5、まあ、現実在ね、同じ星5の選手が4人いて、あと1人2人引くのを待ってるみたいな時に入れておくといいんじゃないかななんて思います。で、お次がフォロー人数の上限の変更だね。今これ50人なんですけれども、100人までフォロー人数が増えるそうです。まあ、こちらはね、まあ、今フォロワーとまあフレンドで対戦とかもできますので、うん、まあいろいろね、アカウントのつながりを持っている方なんかはこちらしていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。で、お次がアクセサリー所持数の上限変更。これかなり嬉しいですね。アクセサリー所持上限が140から2倍以上の300まで増えております。正直ね、アクセサリーの所持上限って結構厳しくて、オーバーしちゃうと、まあ、重ねるか、売るかになっちゃうんですが、今まではね、昔はアクセの種類が少なかったので全然問題なかったんですけど、今アクセの種類がすごい多くなっちゃっててね、ツアイベのものもあり、リーグも増えていることもあって、なんでかなりね、まあ、圧迫していたかなと。まあ、プレゼントとかね、ボックスとかからも受け取れないぐらい溜まってる方もいるたのかななんて思いますので、そういうところでね、こういう風に対応してくれたのはかなりありがたいんじゃないかなと思います。はい。で、あとこのまとめて買う量も同じだね。結構ね、そのアクセサリー自体が数が多くなってくると一個一個重ねるのもめんどくさかったりしてですね、まあ、ちま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 ね、一つずつ重ねていたんですが、それが、多分複数一気にね、ベベベって選択して一気に改良できるようになりました。これもかなりありがたいね。アクセサリー関連に関してはやっぱりその上限っていうところで一番ね制限がかかっていたかなと思いますので、そこを解除してくれたのと、まあね、改良めんどくさかったのが一気に改良できるようになったので、すごく、アクセサリーいろいろねやりやすくなったんじゃないかなと思います。はい。で、お次がボックススカウトまとめて回す機能の追加だね。ボックス内にあるアイテム数よりも多くのイベントチケット所持している場合に一度に全部回すことができますということで、こちらはですね、まあ、正直ね、うん、来たところで、まあ、使わない方の方が多いのかななんて思うんですが、例えば能力アップ秘密練習、黒いビブスだね、あれだけを効率的に集めたい場合は一度に回さない方が逆にいいので、10連ずつして出たらねボックスリセットってするのが一番いいんですが、まあね、それもめんどくさいよって方は一気に全部回すことができるようになりました。はい。まあこれあんまね使う方いないのかなと思いますが、まあね、めんどくさいよって方はこれで一気にねパチコン回していただけたら時間短縮もできますし、まあストレスもなくね、まあ、一気に引けるのかなと思います。まあ、これはね、まだ実装されたんですが、次回以降のワールドツアーにより開催になりますので、まだまだね、試せるときは先なのかなと思いますが、うん。ありがたいですね。次の多分、ワールドツアーより前に、先にレジェマが来ると思うんですよね、順番的には。リーグランキングイベントが来てて、その前が確かツアーだったのかな？はい。っ
って考えると、まあ、優先度合い的にはね、ちょっと先になるかなと思うんですが、まあ、それでもね、まあ、次回来た時に有効活用していただけたらなと思います。さあ、そうしたらね、まだまだありますね。こちらだね、絞り込み画面のタブの増える、うん、これもありがたいね。まあ、現状ね、国籍クラブが一つのタブにあるので、まあ、これが分かれるということで、よりソートがしやすくなるのかなと思います。はい。あとパネルミッションの追加ね、これ新しく来たやつですね。設定された、まあ、ミッションクリアすることで様々な、まあ、もの素材アイテム獲得できるパネル式ミッションというものが追加されました。まあ、よくあるやつだよね。他のゲームとかだとよく見ますよね。9つのミッションパネルで構成されていて、1個クリアするごとに報酬アイテム獲得で、全部クリアすると豪華な報酬が獲得できると、うん、よくソシャゲにあるやつなんじゃないかなと思います。まあ、ぜひぜひね、多分ね、豪華なアイテムって言っても、おそらくね、無課金美課金にとっては豪華ぐらいだと思いますけれども、もしかしたらね、あの限界突破素材の1段階目とかもらえるかもしれませんので、ぜひちょっと楽しみに待ちましょう。あとはインターナショナルカップの新規区に追加、これはね、以前来ていたやつですね。アルゼンチン、ブラジル、日本のメンバーが入れ替わるところ、うん。あとはね、ロングシュートの範囲変更だとか、ゲームプランの仕様変更っていうものが来ております。で、これもね、以前から来ていたものではあるんですが、これね、一個新しいやつが来ました。レネイギータの仕様変更というところで、星5のイギータのみ試合中まれにドリブルをすると、星4イギータはしないけど星5のみするということで、うん、唯一ね、全プレイヤーの中で星5イギータのみドリブルをするゴールキーパー。正直ね、これどうなのっていう、正直これイギータ劣化なんじゃないのとかって思っちゃうんですけど、しなくていいよね。どうなんでしょう、イギータが強すぎたのかな、だからドリブルしてって感じなのかな、わかんないですけどね。面白くはなりますけれども、ちょっと厳しいんじゃないかなとは思います。はい。まあ、楽しみましょう、この変更を。で、お次がゴールドディビジョンのマッチ変更だね。で、やっぱりね、私自身今、ゴールドたまったと思うんですけど、ゴールドって本当にみんなもう強いんですよね。17万の人もいれば8万の人とかもいて、アビ教官の自国エースなんですけど、そこのね、マッチングの部分がかなり改善されるみたいです。これだいぶありがたいんじゃないかな。これまでに比べて戦力値の近いクラブが優先的にマッチングということでね、今まで本当に新しく始めた人ってがっつり課金しないとゴールドより上に行くのってかなり厳しかったんですよね。ゴールドの壁が高すぎて。なんで、まあ、これはいいことなのかなと思います。まあ、ゴールドでね、まあ、これで残留しやすくもなりますし、まあ、ワンチャンプラチナまで上がれると、プラチナまで上がったらプラチナでボコボコにされてまたゴールドに戻ることにはなると思うんですが、まあ、より残留しやすくなったっていう面ではかなりいいんじゃないかなと思います。あとはね、こちら基地不具合の修正ということで、スタチャレの強化選手を受け取る際に選手保有上限としているにもかかわらずですね、売却選手選択画面でソート絞り込みが未設定の表示であるにもかかわらず、通常の選手一覧画面で使用しているソート絞り込みが適用される不具合、まあ、これが解除と、解除することができないものか、適用される不具合も解除することができない不具合も改善されております。あとはね、連携アップカードおよび休息カードの選手選択画面で選手に触らずに絞り込みを設定し、適用ボタンを押してもダイアログが閉じず絞り込みが行われない不具合も修正ということでね、まあ、スタチャル自体がね、だいぶ新しいこれイベントになってまして、まだまだね、不具合たくさん多かったりですとか、まあ、ちょっとね、中途半端なイベントになっちゃっていたりですとかありますので、それを改善してくれたっていったような形ですね。まあ、で、SWCC カップとかも初めの方はね、金トロフィー、金、星5の、星5に進化できるやつか。が結構もらえたりしてて、あれ違うか。あれは、ツアイベかな。結構初めの方のイベントの報酬から様々変わるところとかもこのゲームありますので、まあ、そんな中でね、いろいろあるといいんじゃないかなと思います。不具合の改善も嬉しいですね。あとアカウントの引き継ぎね、引き継ぎ方法、Facebook 連携、Apple ID 連携ね、Apple ID 連携っていうのがまた出てますので、まあ以前も話したんですけど、携帯なくした時のためとかにね、多分引き継ぎ ID とパスワードは正直多分持ってないと思うんですよね、皆さん。
で設定してても絶対覚えてないと思うんですよ、引き継ぎ ID なんて。なんで Apple ID 連携しておきましょう。はい、 Android の方は Facebook 連携ね、はい、ぜひしてくださいってことで、今回の動画はこんな感じ。明日のアップデートね、かなり楽しみですね。楽しみに待ちましょうってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みてない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。